マッサー、はいはい、ドラゴンプロジェクトが配信されたようです。知らなかったね、来なかったね、 LINE で来なかったよね待ってたのに。変わらないのだと。で、ツイッターで知るっていうね青き静寂に包まれた穏やかな時。ていうかこれドラプロなのかな、本当に。人々は知った。これがそうなの、赤き罰がと思うよ。世界を染めたこと、悲しみの竜と憎しみの炎が世界を闇の色に焼き尽くす。プロローグだね。人は絆の光で空を塗り替えるために。なんか配信教えてくれないんだね。教えてくれないんだね。わかんない、今日の夕方来るかもしれないね。ちょっと あのほら、一気にみんながインストールするとパンクしちゃうじゃない、うん、だ時間をずらして配信してんのかもね。でたまたま情報でさっき、うん、うん、おもう始まった。あ、ようこそドラゴンプロジェクトの世界へ。あ、いいじゃないですか。キャラを触らなくても移動します。そうね、白猫と一緒ですねモンスターを倒す。おーい敵をタップしなくても、ああ、遠く離れたところか。事前登録のあの剣とか防具が手に入るわけですよ。本当入ってるのこれ。いや、まだでしょう。多分コード入れないと。そんなだからあれじゃない、うん、先へ進みますか。はい、進んじゃいます。その LINE のそのなんていうの、通知が来たらそれに多分コードが入ってる、うん、入ってると思うんで。いや、なんか適当なこと言っちゃうとあれだから分かんないけど予想ですよ、うん、予想は多分 LINE の通知で来る、うん、来ましたね。お、うん、俺が相手をしてやる。シャンクスシャンクス気分だ。ノートに切ってくる。この戦いを終わらせに来た。モンハン地区だよね。モンハン地区だよね。おっ、チュートリアルだから全然減らないわ。何これか、これがスキル。いや、何が起こったんだか全く分からない。全く見えない。俺も今期待した時に何を見えない。全く見えない。ギガスラッシュみたいなの出るのかと思った。あ、ウィークって顔なんだ。ん、変わるのか。お、なんか誰か来たぞ。誰かいる。なるほど。あ、ただ尻尾、ウィークって書いてあるから尻尾狙うってことなんだ。当たってもらえないです。まとめてないです。そうそうそう。お、またほら、ギガスラッシュ出すよ。なんだ？お、お、お、何？ジャンプしながらやってた今。うん、で、周りになる誰？あれ？わかんない。どうした？どうした？やばい、操作性はいいんじゃないこれ。あ、タイトルです。ドラゴンプロジェクト。これマスターも通知来たら始めるでしょ。うん、あれこれ、こっちで見てもダメなの。通知で見てもダメだった。俺さっき見てた、見たらダメだった。本当、うん、いらっしゃいませ。来てない、来てない。一番上に来てない。アルテアホームです。お、ギルドですね。私、クエストの管理をしているパメラって言います。パメラさん、どんな重心化しますか。豪雪丁寧に対応させていただきますので、何でも相談してくださいね。お、このギルドのご利用は初めてですか。お、ではまずこちらにお客様のお名前をお願いします。おーい、女の子が見てて可愛いから女の子ですよね。何がブルー。ああ、そういうことね。
これは何、うん、ああそういうことね。ピンク可愛かったんじゃない？ね？これ全部女の子。全部女の子。いやいや男の子か女の子かをどっちかをまず選択して。この方可愛いな。この顔にしよう。決定。あ、髪型ね、まず。ん？お、ポニーテール可愛いな。そう、それそれそれ。ドラゴンプロジェクト。インストールしちゃってくださいよ。ポニーテール可愛いな。ツインテールさせるオリっぽいな。お、これも可愛いね。まあ、いろいろできるね。いろいろできる。髪型。あ、どうしようかな。ツインテールと、あ、ポニーテールと、ね、これいいでしょ。これかわいいな。でもこれもかわいいな。ショートシャギー。これもかわいいな。どうしようかな。どうしようかな。ポニーテールにしとこうかな。あ、ちょっと待って。髪の色。この色はやっぱピンクだね。赤よりもピンクだね。あ、いいね。これは？これパッとしたのね。これでいきます。声。これにしようかな。元気。元気。名前ですね。いつもの。これいけるかな。いった。利用規約同意します。はい。やばい、登録しましたよ。ハウンドですよ、僕は。ごめんなさい。そうだとは知らず。死刑だな、君は。あまり強そうに見えない。強そうに見えない。依頼に来たのかと思っちゃいました。すみません。いや、待ってください。事前登録で、強い武器手に入れますから。今ですね。緊急の飛び込み依頼が入ってきてるんです。だって依頼、受けに来たんですよね。そうですよ。ということでね、とりあえず今ここからここまで動画撮っときまして、その後松さんが今インストールしてるから、ちょっと松さんもチュートリアルを終わらせてから一緒にちょっと冒険続き動画撮りましょうよ。了解です。じゃあここで一回動画切りますね。はい、じゃあまたお疲れ様です。